はい、どうも、皆さん、こんにちは。アラタです。アラタのトススクリエットマましたいや、ということですさあ、今回やってまいりましたね。えナイプンがついにカムバックします。というところで、ディメンション。えこちら、ジレンマということで、こちらのコンセプトフィルムが出てまいりました。早速でございます。収録ボタンよろしくお願いします。もうね、やばいそのくん映ってて、今回ちょっとビジュアルが、いや、ヘイタイーはどこ行ったみたいなところありますよね。これのためのヘイタイだったのかみたいな、そのギャップ見せるためかってちょっと思ったりするんですけど、行ってみましょう。レッツラゴー <わ> <laughs> いやマジで前髪の長さどうなってるそしてこのブローチーまずそのヤーでございましたけれどもねお次いきましょうかお次はン <laughs> くんあ待ってなんかこれ トラフィックとなんか一緒になってますねそしてひょうがらひつん,んって顔がゴージャスじゃないですかなんかゴージャスっていう言い方なんでしょうね顔がリッチだからなんかこういうひょうがとか来てもなんだろうないやらしくないんですよねゴージャスだから元がなことあるかよすごいわねなんなんです髪伸ばし始めてるみんな え王子王子ずっと王子ちょっと襟足伸びましたねソンフンくんソンフンくんもトラフィックな感じですねいやでもこれまたティザーでこういうテイストで来てるけど MV どうなるか分かんないわけですよね前回の「ヴァンパイア少年たち」から。 いやうまいなほんとにうまいですよね作り方がねジョーン君かないやジョーン君ちょっとさまずいよねこれちょっとまずいよね私だけまずいと思うのこれダメよこっち行っちゃうやばいじゃんいい意味で全部いい意味でそっち行っちゃったよね わジョンオンくんに関してはおじいちゃん子ですよ。おじいちゃんが見てるっていうのもあるしおじいちゃんに元気を届けたいっていう思いもあるからやっぱりどこか孫っぽかったんですよ。<laughs> 孫っぽかったっていうかなんだろうな。何だろうな。こう可愛い,いさが残ってるんですよね、ジョンオンくんは。で、ジョンオンくんの可愛い,いについてはもうなんだろうな。 意義がない。意義なし。まあ、みんなそうなんですけど、みんな意義なしなんですけど、とりわけでもう、ジョーモン君こっち来ちゃったら、もう、もう誰も止めらんないっすよね。何なんですか前髪を伸ばす。そうか。僕も伸ばすわ。僕も。ビジュアルがもう、えぐすぎるのよ。そして <laughs>、いや、マジで。いつの間に髪が伸びたの やばいじゃん <laughs> ニキボーイのはずでしょ私ずっとニキボーイって呼んでるのよ。やだちょっとちょっといやこのブローチといい襟といい。何なんすかこのえないプンの貴族貴族ムードは。しかもちょっと悪い貴族ですよね。あの品格がある人たちが何だろうなこう。 路線闇の路線に行くみたいな感じやばいよねこれちょっと写真見た時びっくりしたもんちょっと後で写真も見ましょうヘイタイよヘイタよ頭の中で再生したいとバランス取れないですもんジェイいやなんか表情が立派になってるよねジェイジェイ君 よかったあの髪の長さ、J まで伸びてきたならもうちょっともう、まあ、それでもいい、それもあり、全然いいんですけど、でもなんかな、J は J って感じよね、うん、いいわよ、いいわよ、この指輪かっこいいね、みんなね、やっぱね、アクセサリー、僕はエナイプンって結構、アクセサリーがセンスの塊だなって思ってるんですよ。ス、まあ、スタタイイイリング全部ですけどヘアスタイルもメイクもメク この前それこそメイクさんにメイクさんエナイプの大ファンすぎてもうエナイエナイプのみんなの使ってるコスメをみたいな感じで僕にちょっとね5分でやってくれたんですけどちょっと嬉しかった <laughs> 8人目になっちゃうかと思っちゃった <laughs> 気持ちだけじゃいいん中黒なのね黒髪でね中の目も黒でねいいわよいいわよそしてラストジェイク どういういこと赤いジャケットだしいやもうなんかねこのまっすぐ見据えてる時点でやったかイケメン多くないですか今んとこ全員イケメンしか出てこないというやっぱなんかちょいちょいみんなアクセサリーが出てくるのねこれで見ようこれで見ようやばいこれはいいねしたんだけれども コンセプトフォトいや色味すごいなここら辺とかもうどうしたの本当にみんな今ちょっとここジョンォンくんしかいないですけどソヌくんとヒスンくんとニキくんとこれもちょっといく見てくださいこれをっていうねちょっと やばい、本当に。色味といい。もうほんとちょっと、感謝ですよね。スタイリストさんにね。もうねな、なんかもう、なんと形容したらいいかわからんのですよ、この気持ち。かっこよすぎない本当に。 こんなに楽しみなことがあっていやすごいね本当にちょっとどこのファッションしようって思っちゃわないゾクゾクしちゃうわ本当だからスタイリングってこういうことを言うんだなっていうふうに本当に思うなんかね k p o p 界隈の中でもやっぱりうまいっす チームの中でのなんかスタイリング、コンセプトがちょっとやっぱ、明確じゃないですか。かなりはっきり。わあ、まじ、ジョンウォン君、だいぶ来てますね。いや、ニキ君もやばいし、ソヌヤもやばいし、ヒスン君だから全員だよね。だからね。うこれ大画面で見てるんですけど、浴びてる。さっきからずっと無言でこうやって。これ楽しみだわ、本当に。楽しみだわ、もう、えないくん。もう。 解散はははゲバから以上です。ありがとうございました。よいしょてい